葛城市にある相撲館気早座に大相撲の力士正代関が訪れ、相撲の開祖と伝えられる大麻の気早の塚に相撲の発展を祈りました。これは大相撲の現役力士とアマチュアの選手が相撲発祥の地とされる奈良県を訪れることで、国技である相撲を盛り上げようと大阪市相撲連盟が企画したものです。また大相撲の方にもまた実績を上げます。アマチュアの方でも活躍する選手が一人でも増えたらいいなと思っています。また正代関と一緒に訪れたのは奈良の国体選手にも選ばれている西尾壮人選手。気早座の土俵の上では訪れた人とのフォトセッションが行われ、正代関らは子どもたちや飛び入りの外国人らと交流していました。素晴らしいです。はい、大阪に見ました。お相撲好きなんですか？はい、とても大好き。主催者はこうした催しを通して次世代を担う青少年の育成にも貢献できればとしています。お相撲発祥の地っていう、呼んでいただいて、やっぱこの後の場所っていうのは早い段階での勝ち越しで、その後はもう行けるだけ行けたらなとは思ってます。